こんにちは。僕は今おパンツの国に住んでいて、毎日仲間たちとおパンツを集めているんだ。でも最近集まったおパンツを見ていたら、女性もののおパンティーが混ざっていたんだ。だから僕はおパンツはブリーフだけにしろって言ったよねと言って犯人を処刑しました。妥協は許さないパンツを切り出そう。てい、ということで今回は顔面土着素全力ぶっ潰し短パンムキムキ男、拷問の仕方が鬼畜すぎるイケメン、ナタで暴れ狂うメンヘラヒロインなど、キレるとヤバいキャラを4人ほどご紹介していきたいと思います。ロイ・マスタング。ロイ・マスタングは鋼の錬金呪術師に登場するキャラクターで、本作の中で屈指の人気キャラでもあります。マスタングの戦闘方法は、指パッチンをすることで炎を出すことができるというユニークなスタイルで、このスタイリッシュな攻撃方法もマスタングの人気の理由の一つとなっています。これはバーベキューするとき火起こし楽になるんで、ハンドルキーパーと双璧をなす絶対にバーベキューに来てほしい人材と言えます。そして本作の敵であるホムンクルスたちは一人一人が再生能力を持っていて、切ろうが殴ろうがバラバラになった体がメンヘラカップルかのごとくすぐに元通りになってしまうという恐ろしい強さを持っているのですが、マスタングはホムンクルスたちを焼いて消し炭にすることができるため、ホムンクルス側からは天敵とされていて、作中でも屈指の強さを誇っています。そんなマスタングですが、普段は冗談めいた言葉を吐くようなキャラであるにもかかわらず、怒ると手がつけられなくなるほど凶暴になってしまいます。その表現っぷりは、本音ではしご酒でハマちゃんの胸ぐらを掴んだ時の市原隼人を彷彿とさせます。というのも、作中でマスタングの親友でもあったマース・ヒューズが殺されてしまうのですが、その犯人であるホムンクルスのエンビーと対面した際には、普段の表情とは打って変わって恐ろしい顔つきになり、エンビーに復讐すること以外に何も考えられなくなってしまいます。それはまさに眼帯つけた田中みな実がドラム叩いてるみたいな感じ。それからマスタングはまず手始めにエンビーの眼球を燃やし、眼球内の水分を沸騰させ、次に舌を焼き目を爆発させたりと、あえて殺すことをせず相手が再生できることを逆手に取り、何度も何度も炎でいたぶっています。これはドエマー歴60年の私にとって3万円お支払いできる案件ですね。このようにマスタングは一旦ブチ切れてしまうと、相手に地獄の思いを味わわせるほどの残酷さが見られるようになることから、ブチ切れると危険なキャラと言えます。ゴンフリークス。ゴンフリークスはハンターハンターの主人公で、普段は非常に穏やかで優しい少年です。それこそ敵であっても行かせることを拒んだり、敵の言うことを疑うことなく信じたりと、度を超えた純情な感情の持ち主であり、それがこのキャラクターの魅力でもあります。ですが純情な感情ってやつは3分の1も伝わらないんですよね。しかしその優しさゆえに、仲間を傷つけられた時は怒りをあらわにして、時には正確な判断ができなくなってしまうこともあります。例えばゴンの師匠でもあるカイトの腕がネフェルピトーという敵に切り落とされてしまった際には、勝てるわけもない圧倒的な格上の相手を前に、無謀にも戦いを挑もうとしたりと、自分の身を顧みない行動をとってしまいました。これは床屋にもみあげを全て切り落とされてしまった怒りで、無謀にももみあげに合わせて頭を全剃りしようとするみたいな感じです。結局ゴンはその場に一緒にいた相棒のキルアに気絶させられ、キルアと共にカイトを置いて退散しています。宅配業界で流行りの置き配ならぬ置きカイトってか、クサ。その後カイトは心がない操り人形となって変わり果てた姿でゴンたちの前に現れますが、ゴンはカイトがまだ生きていて、カイトをこんな姿にしてしまった張本人なら直すこともできるのではないかと信じ込み、ネフェルピトーの元へ向かいますが、残念ながらネフェルピトーはすでにカイトを殺していて、殺した人間は直せないとカウカウが当たり前体操を追っ始めそうなほどの正論をゴンにぶつけます。これによりカイトが元に戻ると信じていたゴンの期待は裏切られ、あの温厚なゴンがついに怒りを爆発させます。その怒りは、弁当に卵焼き入れてって母さんに頼んだのにきんぴらが入っていた時のあの感じくらいの怒りです。何が起きてもおかしくないですよね。そしてこの時ゴンは自分が二度と能力を使えなくなるリスクと引き換えに自分を急成長させ、ゴンさんに豹変したのです。
そしてゴンがゴンさんとなってからは以前のような温厚さはなく、ネヘルピトの顔面をボッボッといった具合に容赦なく潰し、しまいには首がなくなるまで攻撃したりと、確実に相手を仕留める冷酷さが見られるようになり、圧倒的な力でネフェルピトをボッといった具合にやっつけてしまっています。このようにゴンさんは一度切れると自分の身も顧みず暴走してしまう、かなりヤバいキャラと言えるでしょう。また個人的に童顔童貞短パンムキムキはかなり光るものがあるので、ゴンさんをボッの世界に必ず引き込みます。キリン動きます。孫悟飯。孫悟飯は言わずと知れた名作ドラゴンボールのキャラクターで、主人公孫悟空の息子にあたる人物になります。なお本作の主人公は孫悟空なのですが、セル編のストーリーに限っては悟飯が主人公とも言うべき活躍をしたストーリーとしても知られています。まあ僕も昔は悟飯に憧れて、ピッコロさんのあの肩パッドがこのバブルの日ではない感じの例のマントを着て学校に通ったものです。ちなみに悟飯は普段は穏やかでおとなしい性格で、ダダッしてやるでおなじみの好戦的な悟空とは逆に、引っ込み思案で争い事も嫌うタイプなので、あまり戦闘には向いていないと考えられていました。それこそ敵であるセルに対しても倒すことを嫌がるような発言も見られたことからも、ゴハンの優しさがうかがえます。ですが強敵セルを倒すべくゴハンの修行を手伝っていた悟空は、ゴハンの才能にいち早く気づき、過去の出来事からもゴハンが怒りによって強くなることを見抜いていました。そしてセルとの決戦の日になると、味方陣営のエースである悟空はあっさりと白旗を上げ、負けを認めてしまいます。ちなみにあの時実は僕もこの場にいて、セルの顔面に蹴りを食らわせたんですけど、その後セルにぶっ飛ばされてからはアナウンサーとずっと岩の陰に隠れていました。その後代わりにゴハンを戦わせるのですが、ゴハンはセルにやられ続けます。そしてどれだけ自身が痛い思いをしても怒らないゴハンを見たセルは、悟空や仲間たちをいたぶることでゴハンを怒らせようとしました。またこの時セルはセルジュニアという小さな自分の分身を呼び出しますが、このセルジュニアたちも非常に強力で悟空たちを圧倒します。こうしてセルは徐々にゴハンの怒りを食べ込んでいき、最後にセルが人造人間16号の頭を踏みつぶしたことで、ついにゴハンの怒りは限界を超えます。またこの時僕は16号の後ろで踏みつぶされ待ちをしてたんですけど、セルにスルーされたんでブチギレてましたね。そしてこの怒りによってゴハンは悟空をも超え、仲間たちが圧倒されていたセルジュニアたちを一撃で粉砕して回ります。しかも先ほどまであれだけ殺しを拒んでいたゴハンが蹴りでセルジュニアの頭を粉砕したり、パンチで体を真っ二つにしたりと、殺し方にも一切の迷いが見られなくなりました。ですがゴハンは強くなりすぎてしまったことによって、普段負けまくっているのにたまたま大勝したパチンカスくらい調子に乗ってしまい、セルをあえて殺さずにいたぶって懲らしめようとしてしまったのです。これは普段のゴハンからは全く想像がつかないブチギレたからこそ見えた一面と言えるでしょう。ですがその後この油断がきっかけとなり、父親である悟空が死んでしまい、そこで反省したゴハンは心を入れ替え、全力でセルを倒すことに専念し、勝利を収めることに成功しています。リュウグウレナ。リュウグウレナはあの人気漫画日暮らしの泣く頃にの鬼隠し編のヒロインであり、罪滅ぼし編の主人公でもあるキャラクターです。レナの普段の性格はまさに王道ヒロインといった感じで、けなげで料理上手、さらには可愛いものを見るとすぐにお持ち帰りしてしまうなど、おっとりとした女の子キャラと言えるでしょう。現実で例えるなら女子力の高さに定評のある女子プロレスラーヨシコに近いかもしれないし、そんなでもないかもしれません。ですがレナは自分の隠し事を探られるなどすると途端に豹変し、鬼のような表情で怒鳴ったり、しまいにはナタを持って暴れ回ったりと、常軌を逸した行動を取るようになります。中でも嘘だバサ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 と恐ろしい表情で叫ぶシーンはかなり有名で、一般認知度も高く、僕が実はワンショルダー型のブーメランパンツを愛用していることと同じくらいの認知度となっています。また普段はおっとりとしていて何も考えてなさそうなレナですが、実はかなり頭が切れ、人を裏で操るような場面が見られることもあります。まあ僕もよく穏やかそうだって言われるんですが、実は頭の中はチンチンとアナルのことでいっぱいだったりします。
ます。チンヤナ。ちなみにレナがこのようになってしまった原因の一つは母親の浮気による両親の離婚であり、その後は精神が不安定になり、当時仲の良かった3人の男子学生をバットで殴ったり、さらには学校中の窓ガラスを割って回るなどして謹慎処分を受けたなんて過去もあったりします。そんなブチギレるとヤバすぎるレナですが、実は彼女のヤバすぎる行動には他にも原因があったりもするため、根本は心優しい女の子だということは間違いありません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て俺ってキレたらマジでヤバいから的な雰囲気を常に醸し出してるけど、実は一回もキレたことないという中学2年生は、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録と、ツイッターのフォローは動画概要欄からよろしくお願いします。